自然界を生き抜くため動物たちが身につけた驚異の秘密兵器、目が秘密兵器。水面から覗く怪しい影、水辺に君臨する最強の爬虫類ワニです。油断した獲物に一気に食らいつくと問答無用で水中に引きずり込む。岸に上がってもその圧倒的なパワーで見つけた獲物を噛み砕く。ワニはまさに水陸両用の重戦車のようです。ところで人間の場合、例えばプールで急に水の中に入るとこんな風に視界がぼやけてしまいます。逆に水から急に上がった時も目に水が入ってしまいよく見えません。一体どうしてワニは水の中と外を行き来しながら正確に目で獲物を捕らえることができるのでしょう。それはワニの目にある特別な仕組みが隠されているからなのです。ワニの目にある秘密兵器とは、水中に潜る瞬間のワニを観察してみると、おや、目に透明な膜がかぶさりました。再び水中から出るとこの通り膜はまたしまわれます。この瞬膜と呼ばれる眼球を保護する膜のおかげでワニは水中でも視界が損なわれないのだと考えられています。そう、ワニの目には高性能の水中メガネがついていたのです。